いよいよ夏休みですね。はあ、夏休みか。夏休み。一ヶ月さ、24時間好き使う独り占め。おかしくなる！普通に過ごしましょうね。夏休みの宿題も忘れないように。先生、言っとくけど、俺らは宿題ごときに結婚して初めての夏を邪魔されるわけにはいかねえんだよ。一人の嫁としてな！嫁とか関係なく宿題は出ます。陣外さんの嫁。宿題終わらない。気分転換に肝試しに行こうぜ。早くやんないと夏休み終わっちゃうよ。そういえばこの近所の神社出るんだってよ。肝試しといえばカップルで行くと吊り橋効果とやらで仲が深まると聞いたが。行こう！何？何？何？大丈夫だ。俺がそばにいる。どうした？いきなり大きな影が。今ライトをそっちに。待て。サラッサラッと、この壁の素晴らしい触り心地ときたら。その旗、暗がりでうちの夫に触るのやめてください。陣外さんの嫁。夏休みあっという間だったけど楽しかったな。え、何？北神宮高校の皆おはよう。新学期も我が嫁に付き従うがよい。2年 D 組生徒会長土木寄せ哲司である。ふっ、日野です。ああ、君が春に新しく嫁になった生徒だね。新しい嫁だと。我が嫁は頭脳明晰、成績優秀、容姿端麗、スポーツマンのスーパーハスペック嫁。他の嫁などお呼びでないわ。へえ、そうなんですね。それでどこに惚れて選んだの？メガネ。メガネか。